アルフォンソ・ジョン・ロメロは、アメリカのコンピュータゲーム業界のディレクター、デザイナー、プログラマー、クリエイターである。彼は、ID ソフトウェアの共同設立者で、ウルフェンシュタイン 3D、デンジャラス・デーブ、ヘクソン、ドゥーム、ドゥーム2、クエイクなどの同社のゲームの多くをデザインしたことで、最もよく知られている。彼のゲームデザインと開発ツールは、 ID ソフトウェアのリードプログラマーのジョンディ・カーマックが開発、実装した新たなプログラミング技術と相まって1990年代にファーストパーソン、シューティングの大衆化をもたらした。彼は f p s のマルチプレイ用語、デスマッチを生み出したと言われている。ロメロはアメリカ合衆国コロラド州コロラドスプリングスで生まれた。彼はメキシコ人、ヤキ族、 チェロキー族の血を引いている。彼の母親のジニーがアルフォンソ・アントニオ・ロメロと出会ったのは彼らが10代の頃アリゾナ州通村でのことだった。メキシコ系アメリカ人一世であるアルフォンソは空軍基地の整備士であり、エアコンや暖房システムの修理に明け暮れる日々を送っていた。アルフォンソとジニーは結婚後、彼らの偉人士官の関係がより寛容な環境で、 反映することを願って300ドルを持って1948年型のクライスラーでコロラド州に向かった。彼が初期に影響を受けた中でエイリアムを打つゲームのアーケードゲームスペースインベーダーで彼はコンピュータゲームの世界へと入った。ナムコのアーケードゲームパックマンは彼のキャリアに最も大きな影響を与えゲームデザインについて考えるようになった最初のゲームであった。 ナーシャジベリは彼のお気に入りのプログラマーであり、シューティングゲーム、ホライゾン V や、ゼニスなどのアップル2ーゲームの彼の高速 3D プログラミング作業に大きなインスピレーションを受け、その後の ID ソフトウェアでのロメロの仕事に影響を与えた。他にも、プログラマーのビルバッチ、宮本シのスーパーマリオゲーム、および格闘ゲームのストリートファイター2、画廊伝説、 リュウコの拳及びバーチャファイターなどからも影響を受けた。ジョン・ロメロは1980年に入手したアップル2でゲームのプログラミングを始めた。彼が最初に開発したゲームはクレイジークライマーのクローンであったが公開されなかった。彼が最初に公開したゲームスカウトサーチは1980年代に人気のあったアップル2の雑誌。 インスイダーマガジンの1984年6月号に掲載された。ロメロの最初の会社であるキャピトルアイディアズソフトウェアは最初期に公開されたゲームのうち少なくとも12作品のデベロッパーとしてリストアップされている。ロメロは1987年から3年連続でアップル通信のネブルの12月の表紙を飾った。彼は 出版初年度の A プラス誌のプログラミングコンテストに自作のゲームキャバーン・クルセーダーを応募した。ロメロが最初に作成し、最終的に公開したゲームはアップタイムのジャンプスターである。同作は1983年に作成され、1987年に公開された。 ロメロの最初の業界の仕事は8年間ゲームをプログラミングした後の1987年にオリジンシステムズでのことだった。彼はアップル2から 2400AD への移植に取り組んだが、これは最終的にアップル2版の売り上げが低迷したために廃棄された。その後、ロメロはポールのイラスのゲームであるスペースローグに移った。この間、ロメロは ポールの創業間近の会社であるブルースカイプロダクションズに参加することに興味があるかどうか尋ねられた。その代わりにロメロはオリジンシステムズを退社しインサイドアウトソフトウェアというゲーム会社を共同設立しマイトマジック2をアップル2からコマドウ64に移植した。彼はタワーとパラーのコマドウ64からアップル2への移植をほぼ終えていたが エピックスは時期あたりリンクス用のゲームの第一ラウンドへの莫大な投資を理由に業界全体の移植を予期せずキャンセルした。この短期間にロメロはマッキントッシュからの移植版であるアップル EX バージョンのダークキャッスルのアートワークを作成した。この間、ジョンと彼の友人の連絡テはアイディアズフロムザディープという会社を共同設立しアップル2、PC、 アップルイーグス向けのザッパロイズというゲームのバージョンを書いた。彼らの最後のコラボレーションは、インフォーカームのゲーム、ゾアクゼロ、アーサー、将軍、ジャーニー用のアップル2、ディスクオペレーティングシステムであった。ロメロは1989年3月に、ルイジアナ州シリーブポートに移り、ソフトディスクの特別プロジェクト部門のプログラマーとして入社した。PC の月間ディスクし、 ビッグブルーディスクを数ヶ月手伝った後、正式に同部門に配属され、その後1990年7月にゲームアッツエッジという PC ゲーム部門を立ち上げた。ロメロはカンザスシティでフリーランスとして働いていたジョンディ・カーマックをこの部門に採用し、ソフトディスクのアート部門からエイドリアン・カーマックをこの部門に移し、そしてトム・ホールを説得して夜に出社させて、 ゲームデザインを手伝わせた。ロメロたちは1991年2月にソフトディスクを退社し、ID ソフトウェアを設立した。ロメロは1991年の創業から1996年まで ID ソフトウェアで勤務していた。彼は、コマンダー・ケーン、ウルフェンシュタイン 3D、ドゥーム、ドゥーム2、ヘルオン、アースとクエイクを含むいくつかの画期的なゲームの作成に、 携わった。彼は、ヘアーティック及び、ヘクソンで、エグゼクティブプロデューサーを担った。彼は、ドゥームの最初のエピソードのほとんどと、クエークのステージの4分の1、コマンダー・ケーン、ウルフェンシュタイン 3D、スピア・オブ・デスティニーのステージの半分を設計した。彼は、ID ソフトウェアで彼らのゲームを制作するために、ドゥームド、クエイキド、d m ドワンゴ・クライアント、テッドゴ、 アイグラブ、クエークまでのすべてのゲームのインストーラー、ゲームの設定に使用されるセチューププログラムなどを書いた。ロメロは、ウィリディベラパースコンファレンス2017での基調講演で、この期間をターボモードと名付け、10人未満の開発者のチームで5年半の間に28のゲームを作成したことを強調した。ドゥーム2の第30ステージ、アイコンオブシンでは、ボスは、 機体から破片が抜け落ちた巨大なデーモンの頭であると考えられている。最初にデーモンを見た際に歪んだ悪魔のメッセージが再生される。実際にはジョン・ロメロがゲームに勝つには私を殺さなければならない、ジョン・ロメロと話しており、それを逆にして歪ませて悪魔の成果のように聞こえるようにした。ノークリップチートを使用してボスに入ると、 柱に串刺しになっているロメロの切断された頭部を見ることができる。プレイヤーはリフトを作動させて、それに乗った後、ロケットをその露出した脳に向けて発射することにより、ボスを倒す。ロメロの頭部は、ヒット検出点として機能する。彼が死んだ時、ボスは殺されてゲームは終了する。ドゥームの20周年を祝う2013イ、e、ーグンドゥームプレイスルーで、ロメロは、 最後のボスに彼の頭を入れたことと逆効果音についての裏話を披露し、それはどちらも開発チームメンバー間の仲間内のジョークのいたずらの結果であった。クエイクの制作中、ロメロは将来のアイディの方向性をめぐってジョン・カーマックと衝突した。ロメロは妥協せずに彼の厳しいビジョンに沿ってゲームを進めることを望んだが、カーマックはプロジェクトが完成に向けて、 着実に進歩しなければならないと主張し、ロメロが他の開発者ほど仕事をしていないと非難した。ロメロは彼のビジョンを弱め、ゲームを完成させるための1ヶ月にわたるデスマーチ努力に参加したが、社内の緊張は解決されず、ロメロは辞職を余儀なくされた。1997年のインタビューでロメロは以下のように述べている、クエークを完成させた後に辞めることは、 正しい選択だった。私は ID のメンバーと仲良くしていて何年も友人だったのでとても簡単だった。あとにロメロは ID 時代の同僚のトム・ホールとテキサス州ダラスにイオンストームを共同設立しそこで彼は大統の設計、制作を行った。この野心的な一人称シューティングゲームは1997年に その年のクリスマスショッピングシーズンに発売されることが発表された。しかし、この発売日はその後の数ヶ月に何度も延期してしまい、ゲームは否定的な報道を集め始めた。2010年春、ゲイムソスは表紙でロメロを取り上げ、ブレンダ・ブラスウェイトによって書かれたロメロへの詳細なインタビューを掲載した。インタビューで、ロメロは悪名高い。 大東の広告を公に謝罪した。特に、ジョン・ロメロは君を彼の女にしようとしている。しゃぶれと歌った1997年の広告は、ゲーマーとゲームメディアの間で論争を引き起こした。ゲームの大規模な事前の古代広告とその後の遅延は、ゲームがようやく完成した際に受けたレビューが悪かったために、悪化した。リリース時に、大東は、批評家に酷評され、 数多くの最悪のゲームトップ10リストに登場した。この間、ロメロは殺害されたと噂されており、重装を追った彼の遺体の写真がインターネットを通じて広まった。ロメロ自身が後に、写真はテキサス・マンスリー仕様に撮影されたものであるとし、その上で多分彼は撮るべきではなかったと語っている。ロメロは、ホールの新作、アナキロノックスが発売され、 その後イオンのダラス本社が閉鎖された直後、ホールと共にイオンを辞めた。2001年7月、ロメロとホールは、携帯機器向けのゲームの開発、配信を行う、モンキーストーンゲームズを設立し、同社は3年半という短い期間で15作のゲームをリリースした。彼らの開発のいくつかの見どころは、ハイパースプリースデリバリーボーイ、コンゴキューブ及びヌキア N ゲージを、 レッドファクションなどがある。2003年に彼は恋人のスティービーケースと別れ、彼女は5月に会社を退職したが、レッドファクションの開発は10月まで続いた。ロメロはモンキーストーンゲームズの日常業務をルーカス・デイビスに任せ、ホールと共にサンディエゴのミッドウェイに転職した。2003年10月中旬、ロメロはガントレとセブン・ソローズのプロジェクトリーダーとして、 ミッドウェイゲームズに入社した。彼が、モンキーストーンとの仕事上の関係を維持し続けている、間、ルーカス・デイビスは、オフィスの経営を引き継いだ。モンキーストーンの開発チームは、テキサス州オースティンに移動しミッドウェイのゲーム、エリア51が発売されるまで同作品に取り組んだ。モンキーストーンゲームズは2005年1月に閉鎖された。この間、ロメロは、プロジェクトリーダーから、 社内スタジオのクリエイティブディレクターに移動した。2005年6月の終わりに、ロメロはガントレとセブンソローズの完成のわずか数ヶ月前にミッドウェイゲームズを退社した。2005年8月31日、ロメロは新しくオープンした開発スタジオスリープゲートアイアンワークスで、まだ発表されていないマグに取り組んでいることを認めた。その名前は仮のものだと報じられた。 記録のためにと記したロメロは、私は米エリアの新しいゲーム会社の共同創設者であり、ミッドウェイにいた時よりも多くの点で遥かに恵まれていると述べた。彼は2007年まで会社やゲームについて何も明らかにしないと語った。2009年3月17日、スリープゲートアイアンワークスがゴシリアンエンターテイメントの参加であることが発表された。 ベンチャーキャピタリストのロブハッターと投資家のバビンシャーと共に、ロメロはゴシリアンの共同創設者であった。2006年7月22日、ジョン・ロメロと元同僚のトム・ホールが、ポッドキャスト、ザ・ウィジェットのエピソード53をゲストホストした。ロメロは2010年11月にゴシリアン、エンターテイメントを退社し、 ブレンダブラ・ウェイトと共にソーシャルゲーム企業、ルトドロープを設立した。彼の長年の同僚のトム・ホールは、2011年1月1日に、同社に入社した。ジョン・ロメロは、CPL の会長を10年間務めた。2006年12月20日、サイバー3と、プロフェッショナルリーグ用の新作 FPS プロジェクト、シベロティを PC とゲーム機向けに開発することを発表した。 トム・ムステインが c p l の新スタジオでゲーム開発ディレクターに就任すると発表された。シベロティはマルチプレイヤーのファーストパーソンシューティングゲームであり、ゲームは ID ソフトウェアからライセンスされた技術を使用して制作されることが発表された。2009年10月、サイバースリートプロフェッショナルリーグの創設者であるエンジェル・ムニョスは、 ゲームパブリッシャーにその価値を納得させることができなかったため、シベロティの制作は中止されたと述べた。2010年3月、ジョン・ロメロはゲーム雑誌、レトロ、ゲーマーと共同でゲストエディターの役割を引き受け、雑誌の社説を担当し、雑誌の様々な主題に関する多くの記事に貢献した。これらの記事の中には、ロメロの考えを提供する業界の著名人との ロメロによるインタビューが含まれている。2014年8月、ゲームスコム2014のスーパージョイスティック、ポッドキャストでロメロは、新しいシューティングゲームを作ろうとしていることを発表した2016年4月、ロメロは、ブラックルームと題した新作、FPS の制作で、エイドリアン・カーマックとのパートナーシップを発表した、彼らのビジョンを探索とスピードそして激しい武器を、 使った戦闘が混在するクラシックな FPS プレイを彷彿とさせる直感的で変化に富んだ暴力的なシューティングゲームと説明した。彼らはプロジェクトを完成させるためにキックスターター経由で70万ドルを求めており2018年後半の発売を予想していた。キックスターターキャンペーンはローンチから4日後にキャンセルされた。2017年ロメロは スペインの都市、ビルバオで行われるファンシリアスゲームフェスティバルでビスコ用賞を受賞した。2019年1月、ジョン・ロメロは、ハバマー街のドンキーコング64配信に出演し、事前についてグラハムリニハンが行ったチャリティについてのコメントに応じてトランスチャリティのマーメイドへの寄付を募った。2011年7月にロサンゼルスで開催された バフタイベントでのローメロと他のゲーム開発者。左から、ロッド・ハンブル、ルイス・キャッスル、デビット・ペリー、ブレンダ・ロメロ、ジョン・ロメロ、ビル・ライト、ティム・シェイファー、クリス・ヘッカー。2004年1月、ロメロは、ルーマニアのブカレスト出身のラルーカ、アレクサンドラ・プレシカと結婚したが、彼らは2011年に離婚した。ロメロとゲーム開発者のブレンダ・ブラスウェイトは、 2012年3月24日に婚約し、2012年10月27日に結婚した。彼らは一緒にレイブンウッドフェアに携わり、ロメロがリードデザイナー、ブラスウェイトがクリエイティブディレクター及びゲームデザイナーを務めた。また、2010年11月にソーシャルゲーム、開発会社ルートドロップを設立し、クラウドフォレストエクスペディションと、 ゴーストリコンコマンダーに共同で取り組んだ。ロメロには、1988年に生まれた、マイケル、1989年に生まれた、スティーブン、1998年に生まれた、リリア・アントワネットという過去2回の結婚の際に、生まれた3人の子供がいる。ロメロの挑発は、ファンの間で賞賛と嘲笑の的になっている。ジョンは、プラネットクエイクの、ディア・ミンクスコラムに、 ゲスト出演し、その中で女性ファンからヘアケアのヒントを求められた。ロメロは2002年に髪の毛を短くし、それをロックス・オブ・ラブに寄付した。デュームワールドやビアン・ダンリエルなどの議論掲示板では、当時の彼の新しい容姿を議論するスレッドが立てられていたが、2003年に彼は髪を元の長さに戻し始めた。大東の開発中にロメロはインタビューに応じ、 当時好きだった5つのコンピュータゲームを挙げた。ありがとうございます。